皆さん、僕は今出張がてら大阪の梅田駅の近く、星谷ゴルフメソッド研究室にやってきております。星谷先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもスイング作りロボットですよね。そうですね。これは何ですか？スイングフレーム。ヘッドが肩のあたりを通過していって、で肩のあたりを通過して戻ってくる、これがオンプレーンスイングです。ヘッドをオンプレーン上で上げていくと、このプレーインパクト点というかクラブが水平になったあたりで急にシャフト軸周りにフェースが回転し始めていきながら腕を上げていく。だからオンプレースイングするときは腕自体は上下に動いているだけです。でクラブは逆にフラットに動きます。手は上下に動きながらフラットに動くと、そのヘッドはちょうど肩を通って降りてくるようなオンプレーンスイングと。で、じゃあやってみてくださいってやると、ほとんどの人が三角形を作って体をねじってしまって腕とクラブをフラットに振って振ろうとしてしまいます。だからものすごくインサイドから入れてきて、でフェース開いて入って右にプッシュして右にスライスするっていう人が結構多いと思うんですけども、先ほどフェースターンができてミート率が上がりました。でボディーターンもできて、さらに加速してボールを飛ばしました。でも変な軌道に降りてきてクラブ振ってしまったら、せっかくの飛距離があだとなってしまうんで、それを曲がらずに狙った方向にターゲットに打つというためには、一番効率がいいのはオンプレーンにヘッドが上がっていってオンプレーンに降りてくるという動きをマスターする必要があります。でもこれもオンプレーンってどこって、はい、よくリングがこうあるやつがあるんですけども、別にリングの上を上げていくわけじゃなくて、リングの上を上がっていくならシャフトがリングの上を上がっていくので、はい、実際はヘッドがオンプレーンの上を動かないといけないので、シャフトは変な動きしてるんですよ、実はこう。なのでこれは空中を腕がこう内旋しながら、また外旋しながら、また内旋外旋の話になりますけど、はい、動きをこう空間上であるタイミングでやっていくんで、その動きっていうのは実際どういうものなのかっていうのを体感しない限りは体を覚えてくれないんで、小脳を覚えてくれないんで、それでついでにその軌道もできるロボットも作ります。ごめん、やってみちゃっていいですか？どうぞ。なんすかこれ、なんでこんな上まで行くんですか？これ実はあの腕は肩と水平なんで、ほとんどあのトップの位置はすごい低い位置なんですけど、高い位置で感じるっていうのは。高い。これトップ。はい。間違ってないですか？間違ってます。多少。後でちょっと調整します。で、肩が90度入って、でこれを腕は真下に下ろしながら。内旋したやつを外旋しながら真下に動かすと、ヘッドがスイングプレーン上をまっすぐ下りてきます。3つ揃うといいと思います。そうですね、トップのじゃさっきいくらで全然ゴルファーらしくなりました。もう少し、あ、今後やっていいですか？はいはいはい、まず先にお腹回しちゃってください。ぐぐんと、そうすると自分の体の右腰あたりに引きつけてくることになります。で、振っていく感じですね。うん、お腹からね。お腹から回して、左手、自分の体の方に。確かにお腹の方が自然かも。はい。お腹を回していって、自分に引きつけてくる感じです、左手を。自分に引きつけてきてください。そうです。と、左脇が締まって、そうですね。もっと先に腰回っちゃいます。腰待たないで、どんどん腰先、お腹を回していっちゃいますよ。あ、そうそうそう。1個質問なんですけど、はい、こうなるんですけど、こう来てこうなるイメージがあるんですけど、それはこう外旋式に、あ、こうこっち、そうです、こうじゃなくてこう、そうですよ、ああ、もう一回やってみよう。こういう感じです。こうか、はい、で、真下に引きつけてきて、そうすると腰がもうちょっと回りやすいと思います。はい、はいはい、あ、これやりやすいです。あ、なんかこうやってから、こ
寝かしたままでいいんですか？いや、あの寝かしたままやると GG スイングとかパッシブトルクとかなっちゃう。いや、いいんです。だから飛距離を出すためにはいいんですけど、最初はプレーンを下ろして、こう回転させながら、うん、最初はそれを覚えてください。で、同時に回転する。そうだそうだ、これやりたいから、僕これやりたいんで、はい、確かに確かに確かに。そんな遅くなるの嫌だ。ベースターンできない人が、はい、GG スイングとかパッシブトルクやるとものすごい不良になってしまって。あ、なんか分かってきた感があります。これをやりたいんだ。はい、そうそう、こうだ。で、これをやりながらさらに腰はお腹を先行してもらえるといいですね。そう、そんな感じです。いいですね。も、え、もっとすか。それでお腹を先にこうすか。そう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 。で、これ実はこの辺にモーターつけて、この辺にモーターつけて、この辺にモーターつけて、無理やり？タイガーウッズと同じタイミングで動かす制御も実は将来的にはやる。怖い。腕これすごいかっこいいですね。お前もタイガーウッズなみたいな。はい。あ、タイガーウッズこんな風にクラブ動かせるんだっていうのが分かってもらう。ゴルフはよく引き打ちだって言いますよね。引き打ちってことですかね。わかんないです。こう押すんじゃなくて引いてくるイメージですね。だから引いてくんで、こう後ろから真後ろからこっからこう引っ張ってくるイメージ。だから腰をこう回さないと引っ張ってこれないんですよね。こういう感じ。あ、はい。こうですね。それをその腰の動きを取り入れてやってもらうとより効果的に。ゴルフは。そう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 。あ、こうでいいんですよ。はいはい。ゴルフは引き打ち、こっち見てればいいんだ。そうですね、顔はね、うん、で、もうちょっとヘッドは前に出してってください。早めに。そうです、そうです。そんじゃないと振り遅れちゃうんで、宮下さんが特に振り遅れちゃうんで、あ、ぐーっと前に出していく。いや、でも疲れるけど、これすげえな。まあ、筋トレも兼ねてますね。これすごいっすね。はい、この時に、はい、なんかこっちに逃げてる感じがすごいするんですけど、それは外旋、あの遅れてるからですね。あ、はい、テイクバックして、はい、お腹を回すと同時に左腕もこう回す。お腹と同時に左腕を、そう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 です。こう、そうです、そうです、そうです、そういうことです。もうちょっと一緒になるな、もうちょっと一緒になる。違う、右手でやるよりも左手で引っ張ってくる感じ。左手で体に引きつけてくる感じ。この時極端にもうこういう動き、こういう動きしながら、ここでこう動かしながらお腹を先にしてみる。そうです。そうすると左脇がぐーっと締まって、そういうことか。ヘッドを走らせる動きが、もうこっからこうなんだ。そうですね、こっからこうなんですけど、それでちゃんとスイングプレーンを降りていく感じになる。くっそ。切り返しという言葉はもしかしたらトップでこうするってことですか？そういうことですね、はい、切り返しと同時にフェースターンは始まってます、うんうん、で、フェースターンはプレーインパクトゾーンで終わってます、うん、で、こっからボディターンしてくれる、だからもっとそれ突き詰めていくと、ごめんじゃない、結局これトップの位置動きじゃないですか。したらこの動きはトップでやってるんです、うん、実際は。なるほど。先ほど言った 0.15 秒遅れるんで、切り返した時にフェースターンしてあげないとほとんどの人は振り遅れてしまう。切り返し、ボディーターン、実際はこれでタイミング掴んでねみたいな。そうですね、そうです、そうです、いい動きになります。こうかな。そうですね、それでもっと左に体重に乗っちゃってください。そう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 、そういう感じ。これでも結構このマシン僕ね、舐めてました。マシンすげえ。マシンレッスン能力高くないですかこれ。いや高いです。もう僕の能力ではこんだけレッスンできないんで、このマシンマシンに託して開発しました。そっか、これトップの切り返しの話を。これ難しいな。下に下げる、こっちに下げる、こっちに下げる、そしてもう終わってんだというか、切り返しは終わっている、そしてボディーターンだけをやる。
そしたらこっち行くみたいなことですよね。そうですね、はい。さっき冒頭言った小脳に叩き込んで無意識に動くようになるには少し期間がいって、でもう少し小脳に叩き込まれるとそれぞれの連動がきちっとできていって、これやった意味、あれをやった意味、いやー、3つのマシンをやった意味が自分の動き自然に出てくるんで、今までゴルフやった中でちょっと一番衝撃を受けた気がする、あの体はこう動かすんだっていうのはもうなんか叩き込まれてる。ありがとうございます。そういうこと、ちょっと話はそっちなんですけど、レッスンとかをやっぱやるとこうやるんだっていうか、こうやるんだって言って動きたくなるじゃないですか、はい、それが正しいかどうかわかんないじゃん、正しい正しくないのってあるんですけど、ただ実際こうなんだってもレールに乗せられちゃうから、はい、何なのって思いながらそれをその小脳レッスンだということですね。脳に叩き込む、はい、すごい。どうやったらいいんですか、星やゴルフメソッドに検索すればそれでいい。あ、ですよね、はい、じゃあ来れるんですよね、はい、これレッスン受ければいいんですよね、はい、で星谷さんこうやって教えてくれるってことですよね。そうですね、これはね、一回やる、やりましょうよ、はい、正しい正しくない僕も分かんないんですけど、これ衝撃ですよ、やっぱり分かるもん。やってやってやってこうじゃねって自分で納得がいくって、やった納得って結局体の納得なんだなっていう気が、はい、頭じゃなくて、 ありがとうございます、そこが一番で、うんうん、はい、納得感高いっす。これもっといっぱい作ってくださいよ。ぜひ作りたいと思ってますので、はい、皆さん応援してください、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました、はい、星谷先生でした。ありがとうございました。